毛利元成が教訓状を書いた昭栄寺三つ子教訓状は中国地方の戦国大名、毛利元成が1557年に3人の子に書いた文書。これを含む毛利元成文書は重要文化財に指定されており、毛利元成文書405号、毛利元就自筆書状として山口県防府市の毛利博物館に収蔵されている。 1557年11月25日に元成が巣を富田の昭栄寺で書いた書状。60歳を超えていた元成が3人の息子たちに一致協力して毛利総家を末長く盛り立てていくように口ずつの14条に渡って里しており、本社の長さは約3メートルに及んでいる。百五十七年四月、元成は傍聴両国の制圧を完了し、 吉田に引き上げたが、諏王で、大内氏の残党による一揆が起きたので、鎮圧のために11月18日巣王戸田に出陣した。教訓状は、富田滞在中の11月25日付で、三つ子宛に出されたものである。この教訓状は、文字通り三人の息子たち宛に書かれたものではあるが、一族協力を説いた倫理的な意味だけでなく、 秋の一国人領主から五カ国を領有する中国地方の領主になり上がった毛利氏にとって戦国大名としては独自の毛利両川体制とも呼ぶべき新体制を取ることを宣言した政治的性格を帯びている。それで兄弟が結束して毛利氏への維持に努めていくことの必要性を解き元なりの政治構想を息子たちに伝えた意見書であり、 単なる教訓とは異なるこの教訓上の歴史的意義を述べるとすれば、これはただ単に三兄弟の結束を解いたというものではなく、毛利氏の国家の核となる、もう年家を保つために、家徳の流言の主君としての地位を明確にしたものであり、それによって、兄弟、一族の中での内紛を避け、いわゆる下国上を禁止すると宣言したものである。元なりからの手紙に対し、 元成と共に出陣して、数王に滞在していた龍玄は編書している。この編書は、毛利流言龍玄吉川元春小早川高掛連勝受書、と呼ばれる九条かならなる内容で、元成の教訓上の内容について了承したよう、記している。この受け書は教訓上の日付の翌日である11月26日付で、書かれており、龍玄、元春、 高影の三者の連名と顔があるが、日付が翌日であることや本文、署名ともすべて流言の筆跡であることから、流言が直ちに書いた後に、弟二人に回覧して、自己承諾で顔を書かせ、元なりに提出したものと考えられている。しかし、元なりの意図は三兄弟でよく話し合って協力して、欲しいという趣旨であるため、これが逆に不満のもとになったと推察され、 教訓上の続きとなる短い自筆書状を流言宛てに書いている。この書状では、当家のことを良かれ、思う者は、他国は元より、当国にもいない、もう年へ中にも、当家をよく思わない者もいる、兄弟の仲が悪くなれば滅亡すると思うようになどと書かれている。もう年へには、元なり直筆の長文書状がたくさん残されているが、この教訓上だけが有名になったのは、 孫の毛利輝元によるものである。慶長5年9月、関ヶ原合戦以後、輝元が祖父の教訓状を家臣の前で読み上げていることが知られており、中国全域に渡っていた両国をわずかに過酷に減らされた上に、先行きの不安から揺れる家中、この危機を乗り切るために、輝元が持ち出したのが祖父の教訓状であった。祖父の金言を振りかざすことで、 血族の団結の強さを家中に、そして世間に知らしめる必要があったためである。秋田方少年自然の家にある宮野君彦の逸話のエピソードは概ね次の通りである。晩年の元成が病床に伏していたある日、龍玄、元春、高影の三人が枕元に呼び出された。元成は、まず一本の矢を取って追ってみせるが、続いて、 矢を三本を束ねて折ろうとするが、これは折ることができなかった。そして元なりは一本の矢では簡単に折れるが、三本まとめると容易に折れないので、三人、友々もがよく結束して、もう年家を守ってほしいと告げた。息子たちは必ずこの教えに従うことを誓った。このように三つ子教訓上と似通っている訓会ではあるが、教訓上には三本の矢については、 記述がない。そもそも史実では、元成が死の間際に三人の息子に教訓を残すことは不可能な状況であった。この逸話に関する古い文献としては、江戸時代に編纂された前橋急蔵機がき」があり、死に際の元成が大勢の子供たちを呼び集めて、一本の矢では簡単に折れるが、多数の矢を束ねると容易に折れないので、皆がよく心を一つにすれば、 もう年家が破られることはないと教えたとされる。この話では、史実と合致して、流言や元春がその場に登場しないことから、このエピソードが、三つ屋の教えの逸話へと変化して伝えられた可能性がある。毛利元成肖像が毛利流言肖像が吉川元春肖像が小早川高影肖像が陸上自衛隊、第13旅団部大将。ありがとうございます。